メンズトーキングフットボール始まります。三日月です。山源です。エムズです。今日は3人体制です。よろしくお願いします。はい、この前の土曜日、12月17日に国立競技場であった富士フイルムスーパーカップ2023マリノス対ヴァンフォーレ甲府に3人で行ってきました。行ってきました。はい、率直にどうでしたか？試合の雰囲気含め、この試合が、コロナ明けての全座席での声出し解禁。よかったですね。声出し最高ですね。うん。そういう雰囲気よかった。うん。そう、なんかやっぱスタジアムの雰囲気もそうだし、なんか5万人も入ると壮観だし、スタジアム自体が国立も。うん。でも国立、甲府のサポーターが思った以上に来てて、僕らも結構試合ギリギリに入ったのから30分ぐらい前に入って、意外と席見つかんなくて、あ、うん、こんなにみんな来てるんだっていう、まあもちろん安い席ってのもあるかもしれないけど、マリノス側も含めて結構満帆に入ってて、招待券配ったって噂も聞かないから、結構普通に入ってきたんだなっていうふうに思って、ね、感動しましたね。うん。スーパーカップだから他サポも結構いっぱいいたっぽい。うん。やっぱ、なんか、前哨戦だからね。うん。そういった見てでもやっぱあれだね、なんか、特選やっぱマリノスのサポーターもないけど、豊富なサポーターもないけど見に来ましたみたいな感じ。うん、結構ちらっとね、国立でやる、うん、いよいよシーズン始まるぜみたいなテンション、どれ見とくかみたいな人はやっぱ結構行ったんだな。うん。うん。俺みたいに新シーズンの開幕が我慢できず来るんでしょうね。意外といたんだな、そんな人も。うん。さて、まあ、結果は2対1でマリノスが勝ったわけですけど、まあ、マリノスはいつも通りのマリノスって感じだったけど、まあ、今ちょっと硬いのかなっていう感じでずれたりとか、うん、まあ、水沼もやっぱいい選手だなと思ったけど、ペース認知がすごくうまいんだなと思った。うん、本当フィットしてますよね、今のマリノスにね。本当に必要不可欠な選手になってるなっていうふうに。マリノスこれ2点目はハイライトで分かんないけど、角田の持ち出しの判断の良さが良かったの。まあそうだね。と最近の、サッカーは、センターバックのスペース見つけて持ち上がって。うん。そっからね、ずれてきますよね、パス、ずっと、そうそう、マークが。うん。まあ、同じサッカーしてたもんな。うん、変わらないとか。中川、レオセア抜けてもちゃんと、まあ、エウベルとか、アンデスロベ、もちろんスーパーな選手たちだけど。まあ、マルコス・ジュニオールも、昨日途中からだし、うん、ピタジョエルチマも途中からだったし、まあ熱いなって思ったよね、選手層、うん、我々は右サイドバックでスタメンの上島が気になったんですけど、試合後の反応とか見てると割と評価されてて、どうなんだろうって思ったんですけど、どうでしたか？記事読んでないんだけど、どこが評価されてたんだろうなと思って、ボール回しはちょっとノッキングしてる印象があったんだ。うん、甲府の左サイドが息が良かったっていうのもあるけど、長友コメントしてたんだけど、チームとして左肩上がりのチームでこの日は挑んだって言ってたから、で後半から上島が上がる頻度が低くなったの。飛田がそっち回るようになって変則フリースリーバックで守ってたと思うんだけど、それでもちょっと余ってる感があったから、すごいこれ、苦肉の策、典型的センターバック、急遽サイドバック企業が大当たり、さっき MVP、岩田の穴を埋める、上島は横浜 FM マリノス連覇のキープレイヤー、すげえ書かれようですよ。まあ、空中、まあ、背も高いし、185あるんだ。パスセンスがあるとはあんまり感じなかったかな。ねえ、もともと高さとか、一対一の強さとかに。そうだ。水沼へのパスは上島の縦パスだった。まあそうだね。だから割とそれまではミスも、まあ、記事にも書いてあるけど、前の選択肢はほとんどなく後ろに下げるわ、何度かダイレクトで縦方向を狙うが精度が足りず次の展開に発展しない、逆にカットされカウント浴びる機会も少なく、長戸エウベルが連動ミスで左サイド対照的に右サイド明らかにノッキング、でもミスを繰り返しながらもチャレンジを怖がらずその姿勢が先制点を生み出す、上島の斜めのパスがスイッチとなりに、タクミラ連動から最後はエウベルが先制ゴール。不慣れなポジションでも自分のできることをしっかりやる、その思いがせっかくなったら割った瞬間で。まあでも、そこのつなぎの部分って必ずやらないといけないことだから、
誰が入っても同じことをチャレンジはすると思うんだよね。求めてるものはもっとそのね、さらに上の次元な気がするから、絶賛とはいかないなって、自分が応援するチームだったら思います。うん。なんかでもね、本職センターバックを右サイドバックに置くみたいなパターン、なんとなく今ちょっとトレンドとしてあってさ、うん。意外とうまくいくケースが結構あるんだよね。その、冨安のとこに今入ってる、ファイトもセンターバックだし、うん。で言ってもジュール君でもセンターバックだし、うん、意外とやれちゃうのよねみたいな、うーん、意外とうまくいくみたいなケースが最近ちょこちょこあってですね。まあ、上島の場合は、うん、まあ右の相手から見た左の攻撃が強いからあえて当ててるみたいなのもあるのかもしれない。手が人帰ってくるまではなんかこのままいきそうな気もする。あえてサイドバックの選手にこだわって若い選手とか使うんじゃなくて、まあセンターバックとかをスライドさせて実力がある選手を使うっていう柔軟な使い方をマスカットはしてる感じなんですかね。なんかあ、でもそうか、フロンターレか、フロンターレ左はマウシンか、確かにそれの練習だったのかもしれないかもしれないね。あえて上島を右で使ってみたのは、うん、うちらの予想はマリノスは対フロンターレの布陣を敷いたということで、甲府は、ま、私たちが馴染み深い篠田さんが新監督で、今まで3バックをやってた甲府が今回篠田さんが就任することによって4バックに変更をしました。左サイドが特に良くて、左サイド水野、三浦、うん、どっちも新卒なんだよね。この2人今シーズンすごい活躍すると思います。そもそも甲府はよくやってたと思う。よくやってたんじゃない？うん。いや、だから試合終わって外出た時に、甲府のサポーターが言ってましたね。2対1はほぼ勝ちでしょって。マリノス2対1は。確かにね。いや、よくやってた。間違いなく。なんか、うん、いや、だからあっちが外しまくったわけじゃないからね。決して2対1ってスコアは。うん、外しまくって2対1なわけじゃなくて、ちゃんと守って、ブロック作って、まあ、引き気味になってた時間、押されてた時間やっぱ当然あったけど、まあちゃんと跳ね返してたし、別に悪くなかった。私、マリノスもブロックがそこまで作られたらやっぱ厳しいから、まああえて後ろから持ち出して釣り出すみたいな動きを結構やってて、で、2点目が生まれたっていう感じですね、うん、多分イメージ的には。あ、マリノスのフロンターレとはまたちょっと違うと思いますけど、うん、甲府は今後 J2 でね、どうなのかな。まあ受ける、J1 に上がるためにやっぱこう受けるサッカーじゃやっぱダメだから、どうしていくのかっていうところはありそうですよね。まあでも相変わらず豊が怖かったりしたから、あれでしっかり点取れて、みんな走っている守れるだったら、まあ、今シーズンも上を狙えそうな気もしますけどね。ただ、交代枠、もうちょっと選手層厚かったらなって思ったね。後半、まあ点取られてからの2015分か30分ぐらいまでの20分間がもったいなかったね。ちょっと落ち着いちゃってたから。うん。そこで流れ変える、後輩ができるみたいなね。そうだな。井上志音と、あと、品田真奈とがボランチの控えってのがちょっと強度が弱いじゃん、どっちも。うん、中盤をしっかり運動量をもう一回ね、復活させたいって時に、かき回せる。守備的ボランチだったり運動量がある選手そこで交代できてたら違ったのかなってちょっと思う。この選手が名古屋来ちゃったんだよね。そう、山田陸がいなくなったんです。でもそれにまあ代わりとして取ったのが松本山川からこの前のスタメンした佐藤なんでね。うん、やっぱ必要だよねそういう選手ね。うん、まだまだ控えにはボランチの選手いるんだけど、その選手のちょっと頑張りに行きたいかな。まあ、昇格候補の一角に入れてもいいと思いますか？ジュビロとエスパルスがいるから、今年 J2 結構群雄割拠なんで、ね、むちゃくちゃ強いんですよね、全体。とはいえ、候補にはなるかなっていう。上がる力はありそうですね、うん、普通に、うん。今回の放送は以上になります。次回は、J1 順位予想です。お楽しみに。ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ます。